何色？ジェン君たちも子供みたいになってるね。ジェン君、ポンちゃん、ちょっとお出かけしてきますよ。帰りは夜になっちゃうけど。
夜のなぜなぜタイム、ポンちゃんもね。はい、じゃあ、うん。はい。今ね、ジャン君とポンちゃんのなぜなぜ時間だからね。出たよ、黒い怪獣出てきたよ、のびのびしてるしおんくんじゃなくてラブちゃんはすっごいのびするね、出てくれたね。松ぼっくり、あおー、危にゃい。松ぼっくり乗ってるのね、ジャンくん。ポンちゃん、なでなでしてるとラブちゃんはね、手のとこにムリムリ入ってくるんだよ。ほら、来た。来た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 。いいですか、ラブちゃん。リカさんね。ほらほら、ポンちゃんに怒られちゃうよ。ん？なんだ？ポンちゃん、今の面白かった。ポンちゃん、面白かった。なんだろう、今の。なんか泣き方が面白かった、うん、なんかみたいな口もちっとしか開かなくてね。今はしおんくんのことをシャーって言ったけど、さっきのは何？ポンちゃん、ラブくんに対してのあのちょっとだけお口開いたのは何かな。あ、そうだ、こっちはなぜなぜだったね。はい、じゃあじゃあ、はいはい、食べないんですか、君は。食べるよね、なぜなぜしたらね。しおくんのまねっこかな。しおくんはどうかな、まねっこがどうかね。はい、ごはん。不思議な子。なると思った。うん。はい、どうぞ。